はい、じゃあ続きやっていきます。さっきはね、銀行強盗したんで、次は宝石強盗をしてみます。こいつのポーズちょっとやばいな、中二病だな。さあ、じゃあオフラインモードで宝石強盗のミッションを受けていきましょうか。なんだっけな、ジュエリーなんとかなんだよね。あー、出てくるのを待つのはもうめんどくさいんだよな、これ。ちょっと普通に金かけて受けていこう。で、今回ね、宝石強盗は、ステルスでやろうと思います。で、ステルスっていうのはね、さっきの銀行強盗みたいに敵に見つかってドンパチするんではなくて、もう見つからないようにね、警備員とか FBI が来ないようにして、サクッとミッション完成させるっていうのが、ステルスです。ね、それやるとね、結構時間短縮もできるし、まあ、ただね、ちょっと難しくてね、少しでもなんか不審な音立てたり、窓ガラスとか割ったらすぐに通報されるんで、そこはいろいろね、知識がなきゃできないんだけど、まあ、言うてまだ始めたばっかりだから、ノーマルレベルしかできないんだけど、まあ、なんとかね、宝石、ステルスでクリアしていきたいと思います。さあ、ジローさんがいる。ジローさんかっこいいんだよな。ダラス。ヒラ。ここか。ちょっとジローさん。ジローさんの顔見とこう。おー、赤いシャツに、白いスーツに。派手すぎだろ、こいつ。ジローさんなんか日本語喋ってくれるからなんか嬉しいんだよね。で、今回のね、宝石店がここでございます。いらっしゃいませ。お姉さんがめっちゃ見てるよ。警備員はやばいな。警備員やばい。ショーケースが？俺は待っとる。俺は待っとる。これ、ジローさんだ。おっと、警備員の動きを避けて。ショーケースの中のでっかい、あ、これいいね。この二つ。この二つと奥の、これにしよう。この三つを持ち帰ってクリアだな。で、念のため奥の部屋も見ておこう。さっきの大部屋には6人。ここの部屋に3人か。で、警備員は1人だけだったね。で、こっちの部屋、お、1人もいない。侵入すんなら、ここがいいな。ここから行くか。ちょっと裏口からピッキングして侵入しましょう。こんなとこかな。よし、じゃあ戻って。早速、実行に移すぞ。今のね、このマスク被ってない状態でも警備員に見っかるとやばいんで、避けていきましょう。よし。ジローさん、行ってくるぜ。左から侵入して。あ、お姉さんいるし、警備員もいるな。あ、お姉さん、ちょっと邪魔だな。逆から行くか。騒ぐんだよな。右側から入っていく。あ、ここいないね。よし、ここでちょっとマスクをつけていきましょう。で、今回ね、ステルス、やっぱ音立てちゃいけないんで、武器とかもね、ステルス用の武器、サプレッサーつけてます。MP7 に QD サプレッサー、お、いるし。ちょっと待ってよ、ここで撃つのは早いな。ちょっと移動してくんないかな。あ、行った。曲がり角でやろう。MP7 と QD サプレッサーで音を立てずにサイレントキルしていく。はい。一人やっていく。で、無線がかかってくるからね、これに出なきゃいけないんだよ。異常なし。よし、で、こいつの無線を出て、死体をバッグに詰めると。これをね、なんか、至るとこに配置されてるゴミ箱に、突っ込んでいく。さあ、お休みだ。いた！でね、せっかくなんでね、QD サプレッサー付きの比較画像を載せておこう。ほぼほぼ完全に一致。まあなんか、あえて言うなら、サイトの位置もうちょっと手前にしてほしいんだよな、個人的には。で、奥にいたんでね、ゆっくりと、じりじりと音を立てずに、近づいて、サイレントキルを仕掛けていきたい。この動き難しいな。ちゃんと、ドットサイト覗きながら、いるか。
いた。あら、よし、倒した。危ない。We had someone banging on the door. They just needed to use the shitter. We're fine. 特に問題なしだ。警備を続ける。こいつも死体に詰め込んで、おやすみなさいをしていく。はい。左手で死体を掴むって、こいつすげえ腕力だな。MP7 もね、なんか、片手で持つと重い気がするんだよな。結構重いはずだよ。サープレッサーなんかつけたら。ちょっとここも閉めとくか。見られるとあれなんで。で、念のため、角から。ちょっと見て。あ、いないか。大丈夫か。警備員がね、いないとは限らないから。じゃあ早速、この窓をピッキングして、開けていく。確か中入ったら奥の部屋に3人いるんだよな。3人ぐらいいた気がする。あと、警備員がいるんでね、ちょっと構えておこう。さあ、ゆっくりと。あ、警備員じゃん、いる。毒のやつも。倒していく。さあ、サクッとワンツーキルして。え？ああ、特に問題ないよ。いつも通りだ。よし、中後ろ警戒しつつ、無線出ていく。で、あ、そっか、バッグがないんだ。死体カバーをね、今回持ってきてるんで。さあ、これを使って。おお、味方！あ、殺しちゃった。手上げてたのに、手上げてたのにやっちゃったよ、もう。あ、そっか、カバン。まあ、問題ない。運が悪かったな。さあ。じゃあ、制圧するか。もう警備員いないはずなんで、さあここからは制圧しに行きましょう。ほら動くな！強盗だよ。ゲッダーン。ダウン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 。よし。お前らひざまずけ。お前もだ。一人だけ言うこと聞かない奴がいる。あ、結構性格があるんだね、こいつら。いろんな性格があって、いいね。よーし、じゃあ、このまま奪っていくぜ。金品は私がいただく。なんだなんだなんだ、なんか。あ、あいつか。ちょっと待って、味方。許しておかん。よし、証拠隠滅だ。これ持ってっか、時計。この時計を持っていく。ロレックスかな、これ。こいつを持ってくぜ。あと一個。この辺人いないね。人通りいなくて仕事がやりやすいわ。で、これか。もう一回時計。時計ばっかり持ってく。よし。で、サクッと引き上げましょう。いいね。終わったぜ。はい、ということでね、ステルスミッション、成功でございます。ジェリーストア成功。結構短い時間でサクッとミッションがこなせるんで、レベル上げにはいいかもしんないね。うん、金手に入った。モッドが欲しい。お！大きい。ことは、いいことだ。サプレッサーってなんだこれ。名前がひでえ。変な名前のサプが多いんだよな。はい、ということでね、今回ステルスミッション、ペイデイやってみました。また変な格好してるよ。ペイデイね、今、1000円ぐらいで買えるんで、よかったらやってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。